冒険やってまいりました。お久しぶりです。マー君、どうですか今こういうコロナの時代に入りまして、はい、こっちの兵庫県も、そうだ、そうですね、東京ほどはそのやっぱ影響、うん、住宅地っていうのもあると思うんですけど、うん、それほど影響ない、うん、ような感じもしますね。4月、5月は一応閉めたんです。閉めたんですか、うん、4、5やったかな、うんうん、そうですね、はい、その時コックさんは、タイ人のコックさんはね、はい、どうしてるんですか、はい、その時にちょうど、去年もコロナで行かれなかったんで、うん、まあちょっと、会議体験もあったんで、うん、タイの方に、あ、はい、そうですか、はい、なかなかね、タイ人のコックさんって、うん、タイに帰るともう日本に戻ってこないっていう人も多いんですよ、恐ろしい、恐ろしい、本当にあと戻ってきてはいいけど、はい、別のお店に行っちゃうっていう話もあって、なるほど、そういう話をたくさん今聞いてきましたけどね、ちゃんと帰ってきてよかったです、はい、よかった、はい、そんな優秀なコックさんが作った料理がこちら2品なんですよ。でこっちがですね、まずタイの混ぜご飯カオクルックカピ、これ今ねインスタ映えするっていうんでものすごい、人気になってます。これ回すのなんていうか知ってます？いや知らないです。これねワッキーメリーゴーランドっていうらしいですよ。YouTuber のワッキーさんがやってるんですけどね、ワッキーメリーゴーランドね。いやで特にこのあれどこだったかな、これエビを揚げちゃってあるんですかね、うん、なんかね、うん、まあいろんなスタイルがありますから、タイはね、うん、大体一般的にはなんか干しエビみたいなものをね使ってるんですけど、唐辛子ものすごい入ってますね、これ大丈夫なの、これものすごい辛そうですね、うん、でこれを、まあ、まあ一番好きなのはねこの豚肉の甘いやつなんですけどね、まあ正直言うと、まあ、これだけでもいいかなっていう感じなんですけどね、うん、で、まあ、カオクルクカピのカピっていうのは発酵させたエビ味噌なんですけどもね、それがこのご飯にね入ってますよ。もうこれ今超人気ですね。そしてもう一品がこちら、ラープヌー、おお豚肉の、サラダ、東北の豚肉のスパイシーサラダで、これね他のお店で見るよりもニンニクがものすごい入ってるんですよ。これはやっぱりね兵庫県の特徴ですかね、うん、ニンニク多めにしてくれって言ってたですか。じゃあ食べましょうか早速、はい、これねコックさんに混ぜてもらうのがいいですね。コックさん帰ってきてよかったです。お願いします。タイではこうやってやってもらうのがいいですね、うんうん、まあ、どうかわかんないんですけど、結構そうなのが多い、うん、僕はいつもやってもらうんですよ、お店の看板娘さんとかに、うん、あ、なるほどなるほど、あ、今日も看板娘いたね、うん、あ、コックさん、お名前は？お父さんです。え？お父さんです。お父さん、お父さん、お父さんか、今日はウボンラシャタニーか、ウボンラシャタニーが来たんだ。ろうそく祭りが有名ですけどね。テサカンティエム。チャイハ。オケハ。これでいいんですか。はい。マー君できました。ありがとうございます。コックンか。エビとお肉と卵と、うん、いただきます。うん、うまいですね。うん。わかんないですね。口の中で、うん、卵と、うん、エビとお肉がこう。うん、そうですね。うまく、うん、ハーモニーを奏でてます。ここもね、もやしがやっぱ辛いですね、うん、うん、うわ辛いなこれ、うん、なかなか飲むんですよ、うんうん、足がちょうどいいな、うん、うん、どうですかこれお店の、うん、お
もう普通のメニュー、通常メニューに行けます、ね、行けますか、うん、よかったよかった。ランチでは多分できないかもしれない、うんうん、でもね、大現地行くと、うん、これをね、そのカオクルクカピを朝から食べるんですよ、はい、みんな、うん、バンコクの、まあ、ヤワラっていう中華街があるんですけど、はいはい、そこでね、朝から食べると美味しいんですよね、まあ、最初からいろんなこう、まあ、この分けてやって、ね、それをこうやってやるだけなんで、なるなるなる、うん、ご飯ボンと乗せて、そうそうそう、真ん中にご飯ボンと乗せて、こう取って時計回りそれはいいですね、野菜もいっぱい食べるといいですね、うん、いいですよね、うん、ヘルシーです、ヘルシーですね、うん、2品目ラープヌニンニクたっぷり、いいなこれ、楽しみですよ、ね、でタイ料理屋さんやってよかったなっていうところはどこですか、やっぱ僕自身が好きなんでやっぱ食べることができるっていうのと、まあよかった、まあ喜んでいただきますよね、お客さんに、あ、なるほどね、はいはい、あとはあれですよね、毎日食べられるし、はい、なんか自分の家にお抱えのシェフがいるようなもんですもんね、うん、まあ、まあ、それもありますね、贅沢だよな、そうですね、ねえ、うん、もし、うん、そうですね、あんまりだからやめてしまった時のことを考えないですね、大量に食べれなくなりますからね、ね、今ですよね、はい、ということで、今これご覧になっている方、うん、ね、タイ料理屋さんやってみたいなっていう場合にはね、ぜひ連絡くださいね、うん、ね、いい国産いますからね、さて食べましょうか、はい、これが、うん、あの辛い場合には舌を冷ますっていう役割が、うん、なるほど、このねキャベツにはあるんですよ、そうか、そういうことも、そうそうそう、うん、じゃあいただきます、確かにこの後にキャベツ食べたくなりますよ ね、うん、うん、もうハーブがたっぷり効いてて、いやこれあの僕ね、うん、一番好きなのはこれなんですよ、この昆布みかんの葉っぱのね千切りがすごくね、ここでやっぱこう大量に食べてるなって感じになるんですよね、ニンニクいいこれ、うん、いやいい国産ですね、うん、よかった、うん、帰ってきたし、はいはい、あと、うん、こちら の、 あのトップさんシェフですね、このカービングはねものすごいね時間かけるんですよ、以前来た時に確かね、鳥みたいなこんな人参丸ごと1個使ったね、あれ最近やってますか、やってますね、女の子みたいな出たら出すんです、女の子が来るとは絶対鳥を出すよ、カメとかですか、本当ですか、男の時はこれが多いですね、あ、なんかちょっと今日気合入ってないですもんねなんかこれもうなんかいつも、はい、台風の日でも、うん、まあ、嵐でも、うん、雪が降っても、はい、お客さんが来ない日はないっていう、なかったないですないです、ね、うん、本当に1回もない、今までオープンしてからゼロないです、はい、で僕はもうこの辺で大台風来て、はい、もう停電しまくった時に負けたんで、はいはい、地震が来た時に負けたし、その日でもお客さん来た、来ました、すごい、お客さんがゼロだった日はこの十数年間一日もないっていう、見事、場所がやっぱりこういうのかな、お客さんが自然とこう流れ込んで入ってくるんですよね、それでは、まとめますね兵庫県、何市でしたっけ、西宮市、西宮市の兵庫県西宮市の最寄り駅は苦楽園口、苦しい楽しい園の口ですねそうです、駅から大体もう歩いて3分ぐらいですね、川沿いに歩いてくるとすぐ着きますんで、もうね、スタッフの皆さんもね、もう美女揃いだし、コックさんもいい、でマークも毎日いるんですか、大体いますね、はい、ね、なんかこうね、まあ、タイ以外の話でも、まあ、絶対来るとね面白いいい話がありますんでね、ぜひ来てみてはいかがでしょうか、申し上げます。